マイタウン水戸。この時間は水戸市の話題や情報をお送りします。おはようございます。今あきこです。今回は来週の土曜日2月17日に行われるコミットフェスティバルについてお送りします。まずは水戸市市民共同部市民生活課協働係長橋崎真也さんに、コミットフェスティバルとはどんなイベントなのか教えていただきましょう。はい、市内で活動する NPO やボランティア団体などが日頃の活動や成果を発表するコミットフェスティバルを2月17日土曜日午前10時から午後4時までイオンモール水戸内原において開催いたします。はい、市内においてはたくさんの NPO やボランティア団体などが福祉や環境、子育て、国際交流など本当にさまざまな分野で活発に活動しております。しかしながらそうした活動自体が一般の方にはあまり知られていないという状況にあります。多くの方にそうした活動を知っていただきたいということと、活動している団体同士が横のつながりを築いていただいて、より広く活動が活発に展開できるようにと、このイベントを企画いたしました。今回30団体の皆様にご出展いただいております。皆さん本当にいろんな分野で幅広く活動されているという状況にあります。また参加したいという方もいらっしゃるかもしれませんもんね。はい、そうですね。このようなイベントに来ていただいて、そういったボランティア活動というものがどういうものなのか、ぜひ感じていただければと思います。このイベントの実施にあたりましては、 NPO やボランティア団体などにより構成された実行委員会が組織され、実行委員の皆様による運営が行われます。その実行委員会から今回は4人の方に来ていただきました。まずは実行委員長の高橋正道さん、今回の見どころを教えてください。はい、見どころ満載でございます。はい、まず今回の催し物はステージ発表、それから市民の相談交流コーナー、それから体験物販と、イオンの中がです、ね、広い場所がホールとそれからステージとこう分かれてますので、ステージ発表はステージのところでというような形になってしまうんです。でステージの方からまず見どころを申し上げますと、はい、毎回ミトピオ音楽隊というところに来ていただきまして、お父さんお母さんたちのグループなんですが、子どもさんたちが喜ぶような演奏をやっていただいてます。本当にこれは見どころで、もう一つ加えますと、最後に皆さんでミトちゃんダンスを踊ることになっておりますので、私もやらせていただきますので見どころではないかと思っております。なるほど。ホールの方はですね、物販というようなことで皆さんお気軽に見て買っていただけるようなものを用意してございますし、市民の相談交流コーナーでは例えばカプラーで遊んでみたりとか、缶バッジを作ってみたり、キーホルダーと、それから竹笛を作ってみたりと、一日中親子で楽しめるようなことをたくさん用意してございますので、ぜひ来ていただければと思います。スタンプラリーというのをやっておりまして、スタンプを押して全部回れるようにというような形でやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。ちなみにスタンプラリー参加すると、はい、なんか楽しいことが待ってるんですか？素敵な景品がございますのでぜひそれもゲットしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。そうですね。続いてはコミットフェスティバル実行委員の方々に、それぞれの団体がフェスティバルでどのようなことをするのか伺いました。ステージ発表コーナーに参加される茨城県世界青少年コミュニケーションクラブから菊池正文さんにお越しいただきました。菊池さん、どんなことを行うんですか？はい、日頃の国際交流異文化理解の活動をですね、紹介しまして、その後外国人の方をゲストとしてお呼びして、お国のお話とかですね、楽器の演奏とかしてもらおうと思っております。はい、今回はアフリカのガーナという国です。はい、なんだろう、私とかはチョコレートをふと思い浮かべますけれども、はい、そうですね、カカオですか、生産有名ですね。はい、日常生活についてお話も伺えると思います。はい、お話も興味深いですが、音楽もあるんですね。はい、アフリカンドラムを叩いて演奏してもらいます。はい、普通でしたらレゲエとかそういう歌と一緒に歌うこともあると思いますね。ただドラムだけの演奏って言うとあんまりないと思います。はい、
コミットフェスティバルにはいつから参加されてるんですか？2013年第1回から参加しております。毎回毎回参加するボランティア団体が増えてます。そして発表内も工夫が加えられまして、たくさんの方に楽しんでいただけるようになってます、はい、なるほど。さあ、そして市民活動相談交流コーナー、こちらでおいでよ一緒に食べようということで交流コーナーにいらっしゃいますニコニコ食堂の花輪直子さんです。ニコニコ食堂は子ども食堂なんです、うん、はい、子どもが一人でも安心して参加できる食堂なんですよ、うん、毎月第1、第3土曜日の11時半から1時まで私たちが手作りをしています。ランチを食べていただきます。会場も決まってるんですか？はい、茨城保健生協城南病院の敷地内で開催しております、うん、そのニコニコ食堂、今回はどういったことを行うんですか？はい、普段私たちが出している豪華な食事メニューを拡大して見ていただいたり、イベントなんかもやってるんですね。夏休みは水鉄砲作りとかね、ご飯の後にそれをやるとかね、そういう言って押すのを見てもらったりとかします。こんなに美味しくやってるからみんな一緒に食べようよって、呼び込みたいと思います。黄色いチラシもありまして、はい、これを当日皆さんにお分けしたいと思います、はい、握力測定なんかもやってもらっちゃおうかなと思って、はい、面白いでしょ。そうですね、なかなか力あるかないかみたいなね、なるほど。その黄色いこのチラシの下のところにはニコニコ食堂中学生以下無料券ってありますね、はい、今は実際一人100円いただいております。ですけれどもこの券を持ってきますと4月末日までは無料で食べられますよっていう無料券です、うん、ぜひこれをね持ってね来てください。はい、そして体験物販コーナーの体験コーナー、こちらで参加されますのは水戸ユネスコ協会です、林和夫さんです。どんな体験ができるんですか？はい、今回はですね、環境と竹を中心にして環境を考えようということで、竹に関するいろいろなパネル展示や竹を使った創作おもちゃ作りをします。どんなものが作れるんですか今回？はい、細いちょっと使われなくなった竹を使ってちょっと穴を開けて少しだけ加工するだけでとっても面白い竹のピッコロや竹笛あるいはカスタネットなんかも作れます。はい、吹いてもらってもいいですか？はい、いいですか？はい、はい、竹ピッコロです。こんな感じですね。いい音出ますね、はい、ありがとうございます。はい、このちっちゃい方は何ですか？はい、これはウグイス笛でこんな感じです。すごい、これ作れちゃうんですか？小さな子供さんから大人までちょっとした加工なんですけれども、していただければ楽しく作れるようにしてあります。はい、ちなみにどうして竹なんですか？はい、昔は本当にいろいろな道具とか入れ物とか使われてきましたけれども、本当の竹の良さをもっと知っていただいて竹を有効活用しようと、そういうことも考えております。はい、水戸ユネスコ協会普段はどんな活動をされてるんでしょうか？はい、例えば主な活動ですと地域の文化遺産とかそういう歴史的な建物を検証する絵画展、これは子どもさんを対象にした絵の展覧会ですね。それからあとは外国の方たちを交えた料理を作ったり楽器を演奏していただいたりとか、そういう交流活動なんかもしております。例えば水戸ユネスコ協会であればユネスコの名前は知っていたけど活動は知らなかったなんていう方に、はい、がいらっしゃるということもありますよね。おっしゃる通りで、このユネスコというのはもともとパリにある国際連合のある機関なんですけれども、その民間活動をするということで私たちは進めております。でだんだんこういう身近な体験活動とか展示を通してユネスコの本当の目的、平和とかあるいは福祉に役立てようと、そういう気持ちを皆さんに知っていただければと思ってやってます。なるほど。ニコニコ食堂は実際こちらのコミットフェスティバルに参加されてどうですか？どんなふうな広がりを感じていらっしゃいますか？はい、正しい理解を皆さんに持っていただきたいなっていう思いがあるんですね。私も初めお話を聞くまではこんな豊かな国でね、子供がお腹を空かせたままで眠るなんてことがあるっていうことが信じられませんでしたね。
その、皆さんに理解していただく一つということでコミットフェスティバルなんですね、なるほど。さあそして茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ、国際交流って一口に言いますけれども、ちょっと敷居が高いななんて思ってらっしゃる方もこのコミットフェスティバルでご覧になってなんていう反応もありますか？はい、コミットフェスティバルに参加していただいて、それがきっかけになって、私どものいろんな行事にですね参加される方が年々増えております。国際観が進んでいて、本当に今外国人というのは身近な存在になっていると思うんですよね。ですからもっと外国人の方に声をかけていただきたい、そして交流していただきたい、そういうきっかけをですね私どもの会で掴んでいただけたらなと思っております。コミットフェスティバル、たくさんの皆さんに来ていただきたいですね。高橋さん、毎回アンケートを取らせていただいてますので、そのアンケート結果を皆さんが本当に楽しかったと言っていただいてます。ぜひですねお子さん連れで来ていただけると倍増するかなと思いますので、ご家族揃ってお父さんもお母さんも来ていただけるとありがたいなと思っております。また私のようにですねぼちぼち定年で次の人生何やろうかなとか思っているような方がいらっしゃいましたら、私たちのなりの提案で背中を押して差し上げることもできるかなと思いますので、そういったことがいっぱい散りばめてありますので感じていただけるとありがたいですし、一人でも多くの人にボランティア、自分の何か頑張ったことがこう世の中の役に立つって面白いじゃないですか。そういうような意識で集まっていただいて、水戸の町がですね少しでもいい町になっていくように、皆さんで頑張っていきたいなと思っております。そうですね。さあこのコミットフェスティバルですが、改めて日時などなど教えていただけますか？花輪さんお願いします。はい、コミットフェスティバルは今回で、6回目を迎えます。メインテーマはつなげよう広げようコミットの輪です。各団体の皆さんとも仲良くなりたいですよね。団体間団体の共同もしてみたいですよね。コミットフェスティバル2018は2月17日土曜日午前10時から午後4時までイオンモール水戸内原で開催します。会場1階と2階になるんですけれども、大丈夫です、女子高生が案内してくれますので、はい、安心しておいでください。コミットフェスティバル2月17日午前10時から午後4時までイオンモール水戸内原で行います。ぜひお越しください。マイタウン水戸、今晃彦がお送りしました。